川で歴史する、ピール・ムハンマド・ハーン。ピール・ムハンマド・ハーンは、北、インド、ムガル帝国の政治家、武将、スンナハノム・ウッダーでもあった。ピール・ムハンマド・ハーンはもともと無名の存在であったが、最初バイラム・ハーンに引き立てられ、その信任を得た。バイラム・ハーンの代理人となった、彼は重要な国事と財政の管理を司さどったものの、 やがてその傲慢な振る舞いから対立して追放された。1560年3月、バイラム・ハーンの失脚計画に加担し、皇帝、アクバルの奪、マンハム・アナガラと共にその追い落としに成功した。だが、ピール・ムハンマド・ハーンはさらなる追い落としにかかろうと、その追悼を行い、結果的に彼を反乱に導いた。同年、反乱が鎮圧されると、アクバルの入教弟 アドハムハーンと共に、マールワー遠征を行い、1561年に、マールワーを占領した。その後、アドハムハーンがアーグラに帰還した後も、マールワーの支配者、バーズ・バハードルと戦闘を継続した。1562年4月、ピール・ムハン・マドハーンは、マールワーでの戦闘の最中川で溺れて死亡した。歴史家バダーウーニーは、水より入りで、火に至りぬ。 と関心に対して批判を述べている。ありがとうございます。